黒いラインが綺麗に出とる。この子はお腹ポッコリして真正面向いて背筋伸ばしてる子、この子すごいよ。なんかずっとこっち見てる。この子ずっと背中になんか脱皮の皮かなんか、これコオロギの脱皮の皮じゃないかな、ずっとつけてるんだよこの子。おいっぱいおるね、みんな。幼霊コオロギもね、ちょっとずつでかなってきとるんですよね。食べ応えあるな、みんなな。お、なんか見つけた。あ、おるね。あ、脱皮したのかな、これ。ちょっと近いな、もうちょっと。お、食べた、おりくー。背中の取ったりたいな。君たちも食べにおいで。君たち、4匹固まっとる君たち、旅においでよ。おお、あの子じゃん。背中に抜け殻つけた子、元気になった。この子は、この子と黒いラインの子はちょっと覚えれるかもな。あ、こっち見とる。もっと遅れて慣れたね、あんたね。顔の黒いラインがちょっと鼻の穴ぐらいまである。この特徴覚えていきましょうか。ちょっとピントが合わせづらいんですけどね、ちっちゃい人で。おお、利口な顔しとる、利発そうな。覚えるで、なんたのこと。あ、ピントが合わんわ。この距離でこんだけズームしたら合わん。あ、もうどんだけ iPhone の画面タッチしても合わん、これ。ごめんね、ちょっと離れて、離れてもくそもないな。この2兄弟でこっち見てくる。これ全然ピント合わなくなっちゃった。どこにあってんの今ピント。 iPhone6S のパワーを発揮してくれ、頼む。 iPhone6S パワーを発揮しよう。あ、ダメだ、後ろの背中、あの子にピント合っとるわ。ごめんな、手前のとこ。あ、今一瞬手前に合いましたね。あー、あの黒いラインの子が入ってた。顎風船のアマガエルのフィギュアの裏に。おる、その裏に。手前の子も体大きいな。ワクワクしかないんでしょうね、この子たちはね。何かおるぞ、おいって言って。あー、黒いラインが足にも出てきたから、この子覚えやすいな。なんかこのでかいカエルの裏におるで、おいっつって。マジっすかって。この子体がちょっと長いですね。おるよ。おー、気づいた、背中におるよ。でもなんかこのでかいカエル、背中パッと食べたら怒らんかなみたいなね。このカエル動かんけど、でかい子カエルだよなみたいな。食べな食べな、そのでかいカエルはフィギュアだよ。おお、登って食べ、登って食べ。あ、裏行ったらあの黒い子が食べちゃうぞ、黒いラインの子が。あ、黒いラインの子が何かに気づいた。あ、登った登った登った。何かを見つけたけど顔が見えない。顔を見せておくれ。ダメか。